多分。あ、フラッシュで撮られた、週刊誌で撮られた唐揚げ屋さんや。あれ、俺の顔にだけモザイク入れたせいで社長が反射とつるんでるみたいになってたのマジおもろくないですか、うん、僕半袖だったじゃないですか。俺初めて週刊誌に撮られたのに唐揚げ屋さんで唐揚げ食っただけ。あと記事に俺の名前が出とうなら ちゃんと写真にも俺の顔モザイクにせんでる。おかしい、そんな記事は俺なのにね。反射すぎた。俺にも、俺も映りたかった、せっかくやったら。俺も映りたかったね。お前もついたかったよね。あら、目的何やったっちゃろうね。確かに。いや、唐揚げ食ってることをどうしても教えたかったんじゃないですか。唐揚げの唐揚げ、あいつらから、あ